い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ユニバーサルスタジオジャパンオリジナルのスヌーピータクシーを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはユニバーサルスタジオジャパンオリジナルのスヌーピータクシーです。ボディカラーの方はイエローのソリッドだね。結構光沢感があって綺麗だね。でフロントの方から見ていくとこんな感じだね。グリルの部分とバンパーの部分はシルバーメッキになってます。ヘッドライトの部分はシルバーの塗装だね。でこの部分にはワンちゃんの手形がプリントされてるね。でボンネットの方を見ていくとこの部分にもワンちゃんの足跡がついてます。でフロントのガラスのところにはスヌーピーが乗ってるんだね。でこのフロントガラスのところはこれはプリントになってます。でルーフの部分にはタクシーってプリントがされてて、ここはワンちゃんの骨みたいな感じになってるね。で上から見ていくとこんな感じになってます。運転席側はこんな感じだね。ドアの部分にはイエローキャブってプリントがされてて、ここにも可愛いイラストがプリントされてるね。で運転席と後部座席のところにはここにも同じくスヌーピーがプリントされてます。シールじゃなくてプリントってすごいね。でイエローのボディカラーのところにシルバーのラインがアクセントになってて綺麗だね。ホイールの部分もイエローで塗装がされてるね。結構複雑なボディラインで可愛いね。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。ナンバープレートのところにはスヌーピーってプリントされてて、その上はピーナッツってプリントがされてるね。バンパーの部分はシルバーメッキになってます。この窓ガラスの部分にもキャラクターがプリントされてるね。で助手席側を見ていくとボディのデザイン自体は助手席側と同じだけど、窓ガラスの部分にプリントされているキャラクターが違うんだね。この辺りも可愛いね。で上の方を見ていくとこんな感じになってます。内装の部分はこんな感じだね。ちょっと窓ガラスが小さくて見づらいけど、内装の方はホワイトで作られてます。フロントガラスのキャラクターもこんな感じでプリントされてるね。せっかくだから側面のキャラクターはこんな感じだね。後部座席にもキャラクターが乗ってるね。で後ろの方の窓ガラスはこんな感じだね。しっかりとこの辺りもプリントがされてるね。で助手席側はこんな感じのキャラクターがプリントされてます。どの窓ガラスにもキャラクターがプリントされてて可愛いね。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。でその他ドアの開くギミックとかアクションはないね。裏の方を見ていくとユニバーサルスタジオジャパントミカ2019年ってプリントがされてます。シャーシの部分はシルバーメッキになってるんだね。こうやって見ていくと窓ガラスの部分にたくさんスヌーピーのキャラクターがプリントされてて可愛いね。ボディの形状も曲線がたくさん使われてていい感じになってます。でこのモデルはスヌーピーのデザインになってるけどノーマルバージョンっていうのもあるんだね。でこの形の車種は実際ユニバーサルスタジオジャパンの中に実車として展示されてるそうです。箱の方は正面のパッケージにトミカの写真だね。この部分には可愛いスヌーピーがプリントされてます。でこの部分には USJ オリジナルのロゴがプリントされてるね。で側面の方はこんな感じだね。で裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はユニバーサルスタジオジャパンオリジナルのスヌーピータクシーを紹介しました。
でスヌーピーのキャラクターたちがたくさんプリントされてて、スヌーピーファンにとったら嬉しいモデルだね。でこのモデルのデザインのベースになっている車種が、実際ユニバーサルスタジオジャパンの中ではイエローキャブっていう名前で展示されてるんだね。で実物の車は見たことないけど、写真で見る限りイエローキャブっていう名前で、スヌーピーたちは乗ってないデザインが展示されてます。で今回のモデルはスヌーピーがメインになったモデルだけど、イエローキャブっていう名前でノーマルバージョンも販売されてるんだね。ノーマルバージョンの方は箱のパッケージとかも違って、またコレクションしたいね。ユニバーサルスタジオジャパン行かれた方はぜひチェックしてみてください。で USJ オリジナルのトミカでチェックしておきたいトミカって言ったら、もう一つがこれだね。ルパン三世オリジナルのトミカだね。こちらの方は前回レビューを上げたのでリンクを貼っておくので、そちらからご覧ください。でこのスヌーピーモデルのトミカは定価が1300円だね。 USJ まで行けなかったのでメルカリで購入してます。だいたいメルカリだと2000円前後かな。でこのモデルはシールとかもなく全部プリントされてたね。ボディの形状とかもかっこよくて満足度が高い1台だと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。